初磯貝塚に建てられた、石碑初磯貝塚付近初磯貝塚一図初磯貝塚、または、初磯遺跡は、神奈川県三浦市三崎町初磯いぼ堀にある、縄文時代の遺跡。縄文時代前期の土器形式初磯、A、B、C 式の標識遺跡である。三崎海食台地から、浜初磯へ至る道路の両脇。 標高約30メートルの大地上から北斜面の一部にかけてが遺跡の範囲になっている。1967年3月28日付、三浦市指定史跡。1897年、八木総三郎が初めて北側斜面の発掘調査を行った。1921年には、榊原聖食が調査し、出土資料に基づいて独自の土器論を展開。 脆い組織土器を提唱したことで知られるようになった貝塚は諸位蘇丘陵と新堀丘陵に挟まれた定地にあり坂木原による発掘地点はそれほど階層は顕著でなかったと思われる前期の諸位蘇式土器をはじめ石族麻生石布石皿骨格器などが出土した坂木原は諸位蘇式土器を当時の縄文土器の分類でいうところの 厚手式時や薄手式時と呼ばれた時よりも古く位置づけたが、河野伊佐村は逆に新しく見るなど、その変年をめぐって論争があった。赤ひり面1937年、赤星直田だと酒爪中男は、古海塚を調査し、海藻家から黒浜式機の縦穴住居跡1件を検出した。1957年、詳細分布調査が行われ、 大地上に複数軒以上の縦穴住居跡が渦漏れていることが確認された。土器は黒浜式、小磯 A、B、C 式の時期のものが出土し、茨城県方面の浮島式、関西方面の北白川仮想山式の土器を伴っていた。海藻にはサザエ、アワビ、カキを主体とし、石畳、巣貝なども見られた。魚についてはマダイ、 黒大、鈴木の骨が確認されている。1979年の調査で縦穴住居跡がさらに5件確認されている。ありがとうございます。